ジャガー車に搭載されているコンパクトな同飛部、型8気筒レシプロエンジンである。1997年に登場したジャガーの歴史上4番目に、開発されたエンジンで、直列6気筒のジャガーアージ6エンジンとジャガー V12 エンジンを置き換えた。その後ジャガーアージ V6 エンジンを搭載した S タイプが登場する1999年まで、アージ V8 は、 ジャガーの唯一のエンジンだった。RGV8 は、総排気量3.2リットルから5.0リットルのバリエーションがあり、スーパーチャージャーを搭載したバージョンもある。フォードはこのコンパクトな部位があった8気筒エンジンを、リンカーン &LS や11代目フォードサンダーバード、いくつかのランドローバーと他のブランドの車両にも搭載した。RGV8 エンジンは、鉄のシリンダーライナーではなく、 NS メッキされたライナーレスのシリンダー形式を持つエンジンとして設計された。しかし BMWM60 エンジンと同様に高硫黄燃料が NS メッキと反応しエンジンの故障の原因となった。ジャガーは影響のあるエンジンを取り替え以来従来の中鉄ライニングを使い続けている。2ステージ可変バルブ機構が搭載され、吸気カムのタイミングは30度変化する。 新しいエンジンではより洗練されたシステムが搭載され、48。リンカーンバージョンはアメリカで生産される。その他の特徴として、8割式の焼結単造コネクティングロッド、ワンピースの造カ化無シャフト、強化樹脂製、インテークマニホールドなどがある。RGV8 は2000年のテンベストエンジンに選ばれた。RGV8 エンジンは南ウェールズブリジェンドのフォードのエンジン工場内に、 新たに作られたジャガー専用の施設で生産される。工場内工場方式によりジャガーの投資コストは削減された。ジャガー1 0 0人の労働者が配置されており、ジャストインタイム方式が採用されている。1996年、アージ26エンジンが登場した。内径工程は 86mm86mm 86、mm、で総排気量は 3996cc。 1998年、RG27 にアップデートし、可変バルブ機構が導入された。2000年、RG28 にアップデートした。2004年の XK8 に搭載された、自然吸気版の最高出力は 216kW に達した。搭載車種、RG26 のスーパーチャージャー版は、ジャガーのハイパフォーマンスな R バージョンに搭載された。2000年に、 アージ27仕様に更新された。イーストン車制スーパーチャージャーにより最高出力は2 7 6キロワットで、最大トルクは 525nm を達成した。スーパーチャージャー版は、可変バルブ機構を搭載していない。搭載車種、3253cc 版である3.2が次に投入された。内径工程は 86mm70mm、mm。 最高出力は1 7 9キロワット、最大トルクは 316nm まで下がった。搭載車種、3555cc 版である3.5が XJ シリーズに搭載された。内径工程は 86mm76.5mm、mm。最大出力は1 9 5キロワット、6250rpm。最大トルクは 345nm。 4200rpm。搭載車種、3934cc 版である、ア RG30、RG35 はフォード及びリンカーン専用のバージョンであり、フォードのオハイオ州リマのエンジン工場で生産される。内径工程は 86mm 85、mm、85mm。ジ三3 5は2003年に登場し、可変バルブ機構や電子スロットルが搭載された。 シリンダーブロック、カムシャフト、ピストン、コネクティングロッドは専用品が使われたが、他の多くのパーツは他のアージ v 8と同一であり、ジャガーによりイギリスで生産された。搭載車種、ア RG35 の生産は3年後の2006年に打ち切られた。ア RG30、RG35 の生産台数はおよそ25万ユニットで、ある。4196cc 版である。 アージ三ー3 4の内径工程は 86mm90.3mm、mm。2003年にアージ三ー3 3として登場した。最高出力は 219kW、6000rpm。最大トルクは 411nm。後に 224kW 及び 420nm となった。日本市場では HB 型と呼ばれる。搭載車種。 アージ3 4 s はアージ3 4のスーパーチャージャー版である 4.0SC の後継として2003年に登場した。最高出力は2 9 8キロワット 6100RPM。最大トルクは 553nm 3500RPM。日本市場では1バイト型と呼ばれる。搭載車種。 レンジローバーに搭載された4.2リットル V 型8、気筒ランドローバー4.4のボアを小さくし、スーパーチャージャーを搭載したバージョンで、同社のハイパフォーマンス版のエンジンである。排気量は 4197cc。日本市場では 428PS 型と呼ばれる。搭載車種、2005年、アストンマーティン V8 バンテージのため、特別に、 ハンドアセンブルされた RGV8 が登場した。排気量は 4280cc で、最高出力は 380hp、7000rpm、最大トルクは302ポンドィート、5000rpm。より重心を下げるためドライサンプが採用された。アストンマーティン d b q や、アストンマーティン V12 ンキッシュ用の V 型12、気筒エンジンも生産されているドイツケルンの、 アストン・マーティンの工場でハンドアセンブルされる。シリンダーブロック、シリンダーヘッド、クランクシャフト、コネクティングロッド、ピストン、カムシャフト、インレットよびエグゾーストマニホールド、潤滑システム、エンジンマネジメントはアストン・マーティン専用のものが使われる。2008年5月、アストン・マーティンは新設計のエンジンを発表した。従来のいこみ式のシリンダーライナーに代わり、 発入式のシリンダーライナーを採用した。薄いシリンダーライナーにより、排気量は4.7リットルに拡大した。最高出力は 420bhp と11%増加し、最大トルクは 470nm と15%増加した。搭載車種。 レンジローバースポーツに搭載された4.4リットル V 型、8気筒 4394cc バージョンは4.0から 2mm ボアアップされた。日本市場では 448PN 型と呼ばれる。搭載車種、2009年、全く新しい直噴エンジンが登場し、シリンダーブロックも全く新しくなった。スプレーガイデッドダイレクトインジェクション。 トルク駆動可変カムシャフトタイミング、自然吸気エンジンにカムプロフィールスイッチング、下級エンジンに第6世代ツインボルテックススーパーチャージャーが搭載された。EU5 及び u s アレブに排出規定に準拠している。第1.6世代、電装エンジンマネジメントシステムが採用されている。内径工程は 92.5mm、93.0mm。ランドローバー版は、 LRV8 ガソリンエンジンと呼ばれる。日本市場では、自然吸気版は 508PN 型、スーパーチャージャー版は 508PS 型と呼ばれる。搭載車種、レースバージョンのアージ1 3 3であり、最高出力は 410kW。ありがとうございます。